今日はですね、ギターを始めたきっかけとイングベ・マルムスティンを聴いてからというタイトルなんですけれど、まあ始めたきっかけはですね、キス、エース・フレイリー、まあキスを見てからなんですけれど、最初に聴いた曲は、デトロイト・ロック・シティじゃなくて「I Want You」という曲なんですけど、この曲を初めて聴いた時に、この、これがかっこよくて、ギター始めたきっかけがこの曲、まあこのバンドのこの曲なんですけれど、キスというバンドの I Want You という曲で、エース・フレイリーのギタープレイはだいたいペンタトニックだと思うんですけれど、この I want you も、でこの頃もう本当にこの曲からギターを始めようと思って、ギターソロとか一生懸命練習し始めて、でその頃はタブ譜とかもなく、本当に耳コピで、レットミーゴーロックンロールです。これもペンタトニックですね。あと、まあ「ラブガン」なんて曲も、これはもう本当に典型的です。典型的な。エース・フレイリーのギターをずっとこう、コピーしながらギターを練習してて、その頃はもうスケールもペンタトニックって言葉さえも知らなかったですね。で、ンタトニックで、ずっとまあキッスの曲をこう、コピーはしていたんですけれど、そっから初めて、イングベー・マルムスティンを見て、まあちょっとこう、時代はちょっと変わるんですけれど、まだイングベーを知らなかった頃、まあその頃もスケールも何も知らないで、
ギターをやってました。で、その頃初めてイングベを見た曲がアイランドインザサンって曲なんですけれど、ブラハムコネクですね。こういう曲なんですけれど、これを初めて聴いたときに、今までペンタトニック、ずっと弾いてってこの曲を聴いた時に、あのエースとはエースフレイリーとは違う、この暗いっていうクラシカルな感じ、この音遣いですね。普通のマイナースケールだとこういくんですけれど、こういうような音遣いっていうのを初めて聞きまして、そこからまたコピーするのが非常に難しくなりまして、今もちゃんとコピーはできてないんですけれど、このでインクベを聞いてからスケールを覚えようと思ったんですけれど、あの難しすぎてよくわからないままなんですけど、まあ多少はこう、例えば Dマイナーだったら、Cシャープマイナーだったら、なんとなくこうドレミファソラシドを覚えて、でこのドレミファソラシドをずらしていけばなんとか合うかなという感じで今やってるんですけど、そうインクベを聴き始めてからこのエースフレイリーの時は本当に耳コピーだったんですけれど、インクベ耳コピーするのはものすごい大変なんで、この音遣いですね、本当はまあちゃんと弾いた方がいいんですけれど、この音遣いをなんとなくこう早弾きプラススケールですねを今さらなんですけど、でやっております。今日はそんな感じでイングベー・マルムスティーンを聞いてから、あとギターを始めたきっかけですね、ギターを始めたきっかけはエースフレイリーなんですけれど、インクベー・マルムスティーンを聴いてからのこの音遣い、のお話でした。まあちょっとこう話がまとまらない
くなってしまったんですけど、まあ、始めたきっかけはキッスのエス・フレイリーで、その頃は耳コピーでペンタトニックだけを練習してたお話と、イングベイを聞いてからはまた違う音使いにびっくりしたというか、こう知らない音使いを、音使いに衝撃を受けてやってるというお話になります。今日は以上になります。